はい、どうも、しゃだです。今回はですね、無課金美課金者エナジー育成継承特訓ガチャミキサースピストア、まあ、これに関してやってはいけないこと、まあ、やるべきこと、どうやってエナジーを貯めるのか、ありとあらゆることを、まあ、動画にしていこうかなと思います。先ほども言ったんですけれども、7つの項目があります。エナジー育成継承特訓ガチャミキサースピストア、まあ、これらについて一つずつ話していこうかなということで、まずはエナジーについて話していこうかなと思います。エナジーはですね、現実で言えばお金みたいなものでして、まあ、このエナジーを使ってガチャを引いたり、あるいはまあイベントに進めるためにスタミナというものがあるんですけれども、まあ、これを回復させるような機能もあります。このエナジーに関してなんですけども、どうやって集めるのか、大きな項目としては4つあります。ログインボーナス、デイリーミッション、 V ロードやる、そしてイベントでの累計報酬。まず1つ目にログインボーナスから見ていきたいんですけれども、今現在は温泉ログインボーナスかな、まあ、7日間ぐらいありまして、まあ、それらをね、毎日ログインすればその日数に応じて報酬がもらえます。その日数にエナジーも含まれております。ログインはね、必ずやってください。2個目になるんですけれども、こちらね、デイリーミッションになります、まあ、こちらね、ミッションが書いてあるんですけども、それをクリアすれば、まあ、エナジー、コイン、スカウトピーなどがもらえます。そして全てクリアすれば、さらにね、2エナジープラス追加、最大エナジー獲得数は10エナジーになっております。全てがね、金枠になりまして、まあ、全てクリアすると10エナジー獲得。無課金美課金者にとっては必須級になってくるので、毎日絶対ね、これはやってください。これですね、ミッションでエナジーがね、出るか出ないかで変わってくるんですけれども、約100エナジーから120エナジーは1ヶ月でね、このデイリーミッションで獲得できるので、まあ、必ずやってください。3個目が V ロードになります。こちらね、報酬の方を見ていくんですけれども、達成回数に応じて25とかね、 S ランク契約書、50エナジーとかね、もらえるんですけども、これに一度リセットしておりまして、まあ、こういった報酬になっております。上に書いてあるものは特別なね、報酬なんですけれども、通常であればこちら書いているんですけれども、上記以外の場合は1回達成ごとに10エナジー、1周すれば V ロードでは10エナジーは必ずね、獲得することができます。そしてその後、ストーブリーグというものがあるんですけれども、約1エナジーから最大ね、まあ、12エナジー、エナジー報酬は3エナジー、1エナジーがありまして、まあ大体それぐらい獲得できるかなと、ストーブリーグでは。合計しますと V ロード1周で、まあ大体獲得できる平均値としては、まあ約12から17エナジーになっております。無課金美課金者で1エナジー3エナジーでも欲しいっていう方はね、やってもらえばいいんですけれども、この V ロードのですね、第5ステージ、まあ、これがあるんですけれども、これで一番ね、下に書いてある調子くんの優秀かな、これ第5ステージでここまで行けば、最後のストーブリーグ枠で1枠ね、増えるんですよ。まあ、その1枠を増えると3エナジーか1エナジーね、多くもらえることができるので、暇な方は第5ステージね、この U のとこまでやってください。ラストになりまして、これね、イベントなんですけれども、イベントでもね、累計報酬にてエナジーを獲得することができます。ちょっとこれ、リアル起動忘れていたんよ。これね、たまにある。あ、やばい、あと17秒。これちょっとね、やっていこうかなと思います。エナジーの貯め方については以上でして、続きまして育成の話をしていこうかなと思います。無課金美課金者で育成はいつするのか、これがですね、サブサブイベントというものがありまして、今現在で言えばプロスピグランプリ、得点で経験値がね、 1.2倍、 1.5 倍、 1.8 倍があるイベント、これがですね、登場した時期、そして経験値が 1.8 倍で、さらになおかつ中継ぎイベントが重なった時期にぜひとも育成してください。例で言えばプロスピフェスタ、フェスタはですね、 V ロードを回すとチケットがもらえる。そのチケットを消費してエナジーがですね、普段では V ロードのみね、エナジーが返ってくるんですけども、サブイベントでもエナジーがね、多少なりとも返ってくる。通常でやるよりかははるかにお得になっているので、まあ、この時に、ぜひとも育成はやってください。 1.8 倍、あるいは 1.5 倍の時に。続きまして特訓についてね、話していきたいんですけれども、先ほどね、 V ロードで、まあ、育成の話をしました。そのね、育成するときに A ランク、 B ランクの選手も育成してください。こちらね、まあ、東山さんレベル1が成功率 30% なんですけれども、レベルマックスにすればそのね、2倍になります。上沢さんで見てもらうと 60%、 このですね、まあ、成功率を上げて特訓することがね、何より重要になってきます。特訓する上で、まあ、注意点があるんですけども、特訓成功率今 0%、 これね、必ず 100% でやってください。90%、まあ、あるいは 97.5% とかね、あるんですけれども、失敗すれば特訓のね、数値は上がらないので、まあ、必ず 100% でやってください。無課金美課金者にとっては一個一個のね、素材がかなり重要になってくるので、まあ、必ず 100% でやってください。
続きまして継承になるんですけれども、ベースねシリーズ2の坂本さんでして、シリーズ1の坂本さんが継承可能となっております。まあこれ選ぶんですけれども、特訓レベルの方をね見てもらいたいんですけども、5から10、限界突破が0から5、そしてパワーヒッター広角、片道なんですけども3から5になっていると。まあこれはどういうことか、素材にしていく坂本さんの方を見ていくんですけども、特訓レベルはマックス、そして特殊能力もねマックスになっております。このですねマックス時点の場合、ベースになる坂本さんの特訓レベルは半分、あとは、特殊能力を半分にした状態で、継承すると、まあ、レベルマックスのままになります。そういった、ね、システムはプロスピエース内にはあり、悪い例としてはベース元の、ね、坂本さんの特訓を上げずに継承する。特訓レベルは5になるんですけども、そこからまた上げないといけない。そこで、負担になるのがコインになります。ベース元をレベル1からレベル5に特訓する場合はコインの負担は、ね、そんなにかからないんですけども、レベル5から10になればコインの負担がかかる。そういったことから今後ね継承するときはベース元の特訓を必ずねレベル5にしてから継承してください。特殊能力に関しては素材がマックスの場合、ベース元はレベル3まで上げればマックス状態で継承することが可能になっております。そして続いての情報が重要でして、まあ、坂本さんを例に説明していこうかなと思います。例えばですね、S ランクの坂本さんを獲得、その後 A ランクのですね坂本さんのね限界突破を獲得しまして、 A ランクのレベルをマックスにする。この時にこの A ランクの坂本さんを S ランクに混ぜるのか、これはですねやめてください。自分がですね体験したんですけども、シリーズ1で宮西さんを獲得、 A ランクの限界突破が1枚いたんで、まあ、宮西さんに混ぜましたと。その後ですねなんと宮西さんの A ランクの限界突破が全く獲得できずにシリーズ2に突入、そしてシリーズ2のアニバーサリーで宮西さんを獲得することができました。ここで今シリーズ1の宮根さん、シリーズ2の宮根さんがいるんですけれども、まあ、どちらを使うかって言われば、絶対にシリーズ2の宮根さんになります。これですね超1にせずに待っておけば、シリーズ2の宮根さんは超2にできることが可能だったんですよ。シリーズ1の宮西さんが獲得した後、 A ランクがね全く獲得できずにシリーズに突入したっていうのが、まあ、条件になるんですけれども、今現在の例で言いますとシリーズ2で坂本さんを獲得、そしてベスト内タイトルホルダーの累計が出るという形になるんじゃないのかなと。シリーズ1超1の坂本さんをシリーズ2に継承する場合は、まあ、超1しかならないんですけれども、もし仮にですね A ランクを置いておきましてシリーズ2が当たる、まあ、その場合は A ランクと S ランクのシリーズ1で限界突破ができて超2になる、そういったことがあるので超1の継承は、まあ、絶対に、ね、やらないでください。続きましてガチャについて話していくんですけれども、無課金美課金者で絶対にねやってはいけないエナジーを貯める上で重要なのが、単発ガチャをしない、そして夢を見ない、無駄なガチャを引かない、この3つをすることが無課金美課金者にとってはめちゃめちゃね重要になってきます。で、引くべきガチャはどんなガチャなのか、それがですね確定 100%、まあ、そういったガチャは、必ずね引いてください。まあ、こちらねワールドスターの例で言えば60連目で確定、まあ、仮にですね無課金美課金者が、まあ、他のガチャを捨ててワールドスターを引くのであれば、まあ、60連目までを引いてください。たまにですね30連目だけね引くっていう方もいるんですけれども、その確定がある分まで必ずね引いてもらえればなと。ワールドスターね60連目確定なんですけども、その後の選手の確率については、それはね、まあ運次第なので、昔からやっていても秋山さんが超2以上である、そこはですね、まあ、個人個人のねリーグオーダー次第になります。とりあえず序盤に言いました3つをね守っていればエナジーは溜まっていきます。続いてねミキサーに関してなんですけども、ミキサーねこれノーマルミキサー、自チーム確定ミキサーがあるんですけれども、これのノーマルミキサーを無課金美課金者は絶対にやらないでください。まあ、今現在であれば12球団 ×18 名ぐらいかな、ノーマルミキサーはまあそういったね分母なんですけれども、自チーム確定であれば18分のハテナの確率でまあ欲しい選手が当たる、絶対ですね後者のねこの自チーム確定枠の方が確率的にはまあいいと思うので、まあ自チーム確定をね必ずやってください。まあ、とりあえずノーマルミキサーはね無課金美課金者はやらないでください。ラストになるんですけども、スピストアについて、これね毎月1日の午前3時にリセットされるんですけれども、2択になります。 S ランク契約書が限界突破コーチ、 S ランク契約書は最近ね始めた方、こういった方は S ランク契約書を通ってください。そして長期プレイヤーはもうずっとね限界突破コーチになります。
これはですね、月末に OBTS というねガチャが来まして、まあ、累計がね1段3段5段奇数段は偶数段はパーセンテージかな、奇数段は確定になっておりまして、まあ、その時に限界突破が難しい高知人、まあ、OB 方々が当たった時に限界突破は使ってください、まあ、そのための限界突破だと思っております。現役に限界突破使う方がいるんですけど、現役はね、まあ、ずっとやっていれば、まあ、いつかは極みになるので、現役に限界突破は使わないでください。はい、ということで、まあ、プロスピエースに関する諸々のことを話しました。まあ、継承の部分についてはかなりテロップで編集されていると思います。ぜひともですね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日も動画出すと思うので、ぜひとも見てもらえればな。ということで、今回は以上。